イメージ崩れて辛いたまらない平野氏用インスタでのフランクすぎる質問返しにファンは喜びと戸惑い。7月7日、滝沢秀明氏41が立ち上げた株式会社トベに合流することを発表した元キング・アンドプスの平野氏二26。同じく元キンプリの神宮寺雄太25と七夕に再デビューを飾り、早くも爆発的な人気を誇っている。 同日夜に解説したインスタグラムのフォロワー数は、11日時点で309万人を突破。サエコ、36、八ツジのぞみ、36、といった著名人もフォローするなどその人気ぶりが伺える。平野は翌8日に、おはよう。昨日はみんなありがとう。楽しかったね。そんで今日は、アーシャを撮った日のオフショットを上げてくよん。と、10枚の写真を投稿。 9日は寝癖がついたままの写真を、10日にも神流児との2ショットを投稿した。さらにストーリーズ機能を活用し、ファンとの交流を楽しんでいるようだ。平野さんは8日から9日にかけてストーリーズ機能でファンから寄せられた質問に次々と回答していました。 しかし、その回答数はあっという間に100件を超え、上限オーバーによって最初の方にアップした投稿が消えていく事態に、平野さんはファンたちの気持ちを汲んだのか、10日に19時半から質問の箱のやつやろうかなと、呼びかけ同時刻から再開させていましたウェブ、メディア関係者、ストーリーズ機能の質問箱を使っていらっしゃいませ。気軽にどうぞ。 と、炎をイメージする絵文字を添えて質問を募った部屋。ファンから寄せられた質問やつぶやきの一つ一つに、顔文字やびっくりマークなどを添えて答えていった。例えば、おすすめの香水教えて、簡単ふ。との質問には、えやばいよ。簡単ふ。めっちゃあるよ。いいやつ。と、変身。汗吹き出てくるんだけどどうしたらいいかな との問いかけにはもう東京駅とかの前に立って噴水になっちゃえ。というモラスに返していた。また、カメハメナミ、撃てるとの質問にも昔はちょっと出たんだけど、ね、とノリの良さを見せていた。他にも、変身してくれるまで腹筋しない、とすねるファンには、ぽっちゃりの方が好きだよ、と絵文字を添えて回答。いじけと、 クワとのメッセージにも一緒に体操座りしていじけちゃおっかとお茶目に返していた。まさに神対応とも言える平野のファンサービスに、ネット上では歓喜の声が続々。平野志耀くんのインスタのストーリーの質問箱の、返事彼氏感すごいし沼らせに来ているよね。疑問符一気に沼りかけそう。沼っているわ。 くんのストーリー面白い wwww www. www. 見るの楽しくて日課になりそうわらわら。平野くんのストーリーすごいな。律儀に返してて返す言葉も優しいし、いい人なのが文面で伝わる。これはファンは嬉しくてたまらないよね。だが一方で、金プリ時代は個人アカウントも解説しておらず、プライベートは謎に包まれていた部屋。 それだけに、出前何取ったのという質問に対してあなたですけどまだといったフランクすぎる対応のギャップに驚いたファンもいたようで戸惑いの声も上がっている。平野仕様に幻想を抱いてたからインスタおもろいけど見るたびや、あ、あ、あってイメージが崩れていき辛いなんか平野仕様のストーリーイメージと違うんだけどこんな感じだったの 平野紫しよく、うんまーまーおじさん構文なのは、なぜこうした批判に対して、長年平野を推してきたファンたちからは、通常営業とする声も、平野のインスタにいたいとかおじさんとかキモいとか言ってる人見るけど、該当端からしたら昔からあんな感じの文字打ち出しあんな感じの言動だし、いつも通りのおじさん構文だったので。 ww 外野の人はイメージを高く持ちすぎてたんかなもともとついとこあるし、おじさんぽいじあるよね。ww 平野のインスタドン引きされてるの面白い。10年くらい平野見てるオタクからしたら、なんだイメージ変わらないんだよね。インスタのストーリー見ても、平野だなとしか感じなくって。最後は、みんな今日もありがとう。返せなかった子もごめんね。 と、優しい言葉で締めくくっていた平キョウの質問開始は、天然なキャラクターを印象つけたようだ。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。